Hey, oh, Minasan, c'est Gancho et bienvenue sur l'épisode Tal of Zestiria numéro 24. Et ouais, c'est la suite de l'épisode, on va dire, du 23, normal, qui était de 1h, donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé l'ancien épisode. Donc si vous avez aimé, ben là voilà la suite. Donc voilà, donc bon visionnage. ルギの木は、死を恵んだぞ。あまたの流星、鶴ギの木は終われない。心と消えろ。しまった。終われない。回せ。負けるか。ミクリオン、メイクか。軽い。白リムユーバー。ちょっとやる気出ないんだ。こいつを食らえ。拒む。逃げるは知略だ。こいつを食らえ。こいつを食らえ。 ルテンボーガン、ロックサテライト。無駄だ。ロックサテライト。やられっぱなしじゃない。こいつを食らえ。拒む。完璧。こいで。putain, il faut que je réalise combien de temps là? Sérieux. よっと。障壁すだく獅子村に。祭神が。エドナ、気をつけて。この役立たず。祭神。術の術に弱い。水砲3回。バブルアロー。水砲3回。バブルアロー。水砲3回。バブルアロー。 全てを貫け。青の4連。青の4連。まずいぞ。体力に気を使え。五弦解放。リセキュア。青の4連。かけろ。爽快の8連。全てを貫け。青の4連。 かけろ。マイチレ。全てを貫け。早急一戦。水砲3回。バブルアロー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 。うがつはアギト。青の4連。マイチレ。 早急の12連。かけろ。爽快の8連。水砲3回。バブルアロー。かけろ。湧き上がれ。早急の12連。かけろ。爽快の8連。全てを貫け。かけろ。爽快の8連。青の4連。まずいぞ。体力に気を使え。おっと。 Putain, mais dégage, vite! Putain, mais il est lent! Attends, j'ai le truc. Quoi, je peux pas? Gogen Kaiho! Disséquia! こっちだ。うがつはアギト。かけろ。爽快の8連。全てを貫け。軽い。水砲3回。バブルアロー。 青の4連。うがつはアギ。枠は濁人。全てを貫け。狙い撃つ。湧き上がれ。五弦解放。
リセレキュア無駄だ水砲3回水砲3回クソバブルアローこらえろダメバジー水砲3回水砲3回体力に気をつけ Sérieux là ガエそれかけろ毎日早急の住民うわ五元解放リセレキュア爽快の発電こらえろ毎日全てを貫けかけろ爽快の八連全てを貫け青の四連爽快の八連早急の十二連青の四連爽快の八連全てを貫け青の四連毎日全てを貫けPutain mais... Putain mais ça il peut pas bouger plus vite là Suiho 3 kai Bubble Arrow Gogen Kaiho Isereku Suiho 3 kai Bubble Sumete o tsuranuke Ao no 4 len Kake Putain en fait il attend quoi le machin là Ao no 4 len うがつはあい毎日早急の12連青の4連かけろ水砲3回バブルアロー青の4連毎日水砲3回バブルアロー水砲3回バブルアローかけろ毎日青の4連かけろ毎日早急の12円かけろ爽快の8円早急の12円水砲3回バブルアロー水砲3回バブルアロー Putain mais sérieux la caméra elle est chiante 五元解放リセレキュア水砲3回バブルアロー狙い撃つ爽快の8連早急の12連かけろ爽快の8連全てを貫け青の4連毎日水砲3回バブルアロー水砲3回バブルアロー水砲3回バブルアロー青の4連爽快の8連早急の12連青の4連爽快の八すべてを貫け青の四連五元解放リセレキュア水砲三回バブルアロー毎日すべてを貫け青の四連かけろ爽快の8連全てを貫け青の4連毎日早急の12連青の4連爽快の8連水砲3回バブルアロー Putain, mais... 水砲3回まずいぞ青の4連体力に気を使え毎日早急の12連五元解放リセレク毎日早急の12連かけろ爽快の8連早急の12連かけろかけろ水砲3回バブルアロー T'as vu, ça me saoule là. Il faut attendre combien de temps là, ça me saoule. どうすべきだ障壁スダック獅子村に。バリアはっ蹴散らす終われない障壁スダック獅子村に。ロー!ロー!バリア!ロー!天狼派!負けられない!負けられない!エドナ、気をつけて!バカな、こんなはずが…た!は!蹴散らす!逃がさない!は!剣の際!ロー!まだだ!負けるけ!今のは聞いた!
推進将来うがつアギトかけろマイチレ早急の12連かけろリセレキュア！かけろ！青の四連！追放三回！バブルアロー！マイチレ！すべてを貫け！かけろ！マイチレ！すべてを貫け！Je peux rien faire contre lui. Je vais même pas égratigner, on va dire, même pas un dixième. かけろ！青の四連！追放三回バブルアロー追放三回バブルアロー毎一連早急の十二連青の四連爽快の八連早急の十二連青の四連青の四連いや、no. かけろ爽快の八連すべてを貫けえどうしたセルがライラの陪審に何かけろじゃーお待たせしましたライラロゼパトーとなんかめっちゃやれそうよし一気に決めるぞ同志遊びはもう終わりだ俺のカムイを発言させろデゼル、お前なんで終わったらちゃんと説明してくれよはっコガハザン流言全化バーニング焼き尽くすハゲル一刀両断はっ剣の際地流連合の新月パーツは警告Oh oh oh, j'aime pas! Ah, style, style! Ah ah! Quoi, les gars? Non, mais non!ハゼヌ砲火やり霊言共犯ロゼ下がってスピッツリバース c'est quoi son truc 瞬転ルシンゲイルファントム瞬転ルシンゲイルファントムホフリサル瞬転ルシンゲイルファントム瞬転ルシンゲイルファントム線の特徴危ない一瞬線の特徴ひと投げ刻む人道破断一度お下がりください霊言共犯スピリッツリバース、はい、ラプソディー純作我が日は花の前竜の先ほど下がってハゼヌ砲翼を切り刻めほっ一点突破竜の先線の独唱竜言全開純作線の独唱見えぬ原因ハゼヌ砲翼を切り刻め赤土目覚めるロックランス無駄だたまいちマイキさん20歳の明けにキリサッチンザクほーら足手まといさんロゼ下がってスピリッツリバ竜の先はたまそれじゃフェンジャーウェスか sérieux 新将来チンザク天の独唱なるは握りつぶ見えぬ原因やられっぽいことだ瞬転ルシンゲイルファントム瞬転ルシンゲイルファントム天の独唱切り裂く氷を魔を切り裂く竜の先は切り裂く風の方向やりロゼ消え前ロゼ下がって瞬転
神剣通信左手ゲイルファントム操作陣集まれ表記瞬天ルシンゲイルファントム瞬天ルシンゲイルファントム翼を切り刻む陣の列竜の先は一投げ刻む逆で全てを貫け見えぬ幻影真実天の特徴Putain, mais le bot il sert à que dalle! Il se focus tout le temps, c'est chaud! Shunten Lushin! Gayu Phantom! Ah! Ichido Osagari Kudasai! Mienu Genye! Naga! Mursai! Kirisame! Kirisak! Jin no Red! Hazenu Hotsen no Dokusho! Mienu Genye! Tsunzak! Mienu Genye! Hail Down! Kirisak!切り裂く竜の先は陣の列島エロン気をつけてこんなはずが瞬天ルシンゲイルファント一周翼を切り刻む一投げ刻むしまった陣の列一周翼を切り刻む En même temps, le mec, il gangbang dans un coin. Et vas-y quoi, le... ça t'es des mi-bots là.一周独占の独占我が日はクルオスキ被弾いやそれプレイスリーフフレーム軽いシンクは陣の列島見えはせてはシンクに瞬天ルシンゲイルファントム瞬天ルシンゲイルファントム我が日はクルオスキ被弾無駄無駄リリーフフレーム投げて残党天の独占瞬天ルシンゲイルファントムはせぬ天の独占一位先進です見えぬ原因はぜぬ天の独唱一位先進です投げて残先手旋風天の独唱はぜては真空に先手旋風見えぬ原因危ねえ瞬天ルシンゲイルファントム頑張りましょう一位先進だが無理しないで竜の先天の独唱バーン見切れまいはぜぬ天の独唱Tu veux crever, saloperie! スピリッツリバース見切れまいツンザク翼を切り刻む見えキャッ瞬天ルシンエドゲイルファントム見えぬ幻影見えぬ幻影ハゼぬ崩壊プタメ、ワジブジュツンザク天の独唱あ、今パリゼルバタなめだ残り体力Et en plus, je peux pas me soigner! Vas-y, le jeu! Sérieux! それ一位先進見えぬ原因ツンザク火は荒れ狂い残り体力を気にしろピタメシンクは落ちて陣のレッドてサポートお願いベリーは熱くなるメバジー、ニクタメルジュやったあ、サリューあ、シュゾーデューゴモールシュブレモンデゾレうまくいったな、ロゼあ、マイクロゼロおいしっかりしろロゼだと思った私よ。ちょっざけんなってやなよっぽどこの子にご執心なのね。何のつもりだあら、あなたが陪審になったわけが、スレイたちにわかりやすく伝わったと思うけれど。どうし俺は、わかったよ、デゼル。聞け!デゼルさんは、カムイの力で成したいことがあるそうですわ。そうだ。
そのためにお前たちを利用させてもらう。何をしようって言うんだ。復讐だ。俺の友を殺し、風の傭兵団に濡れ衣を着せ、犯罪者へと落とし、暗殺ギルドとしてしか生きていけなくした。兵馬への名。なんだ、それなら歓迎するよ。その兵馬を沈めればいいんだな。それだと救うだけだ。俺の目的は復讐だと言ったろ。殺そうって言うのか。ライラ、なぜこんな奴を陪審に招き入れたんだ。こんな方だからですわ。復讐に取り憑かれたデゼルさんがこれまで兵馬にならずに済んだのは、汚れない器があったからこそです。ロゼか。そうか。ロゼが僕たちと共に来るのなら、デゼルは汚れなき器を失い、いずれ復讐心が汚れと結びつき、兵馬と化す。復讐の相手と同じ兵馬になるなんざ、死んでもごめんだからな。お前らが招いた結果だ。けど、あなたの望んだ結果でもあるんじゃないかしら。ふん。否定はしない。カムイの力がどんなものか、この身で理解できたからな。事情は分かった。一緒に行く以上、勝手な振る舞いはさせないぞ。ふん。ちゃんと協力はする。俺も天族の端くれだ。同志の活動に異論があるはずはないだろう。確かに。そういえば、そっか。ロゼには、俺の話は黙っていてもらおう。その娘は、自分の意志と力で、これまで生き抜いてきたと思っている。俺が後ろで何を狙って、何をしてきたかなど、知る必要はないからな。デセルさん、これでみんな友達ね。その娘で遊ぶな。ちゃんと見てやる。大丈夫よ。怖くて気絶してただけだから。あなたが床に叩きつけたことの方が効いてると思うわ。ロゼさんが目覚めるまで、ここで休憩しましょうか。こちらの天族の方もまだ意識を戻しませんし。そうしよう。Ah, mais les terres de ce combat, oh my god!Ah, je peux me TP? Ah ouais. Je peux me TP. Quoi? 何か用か? Ah, うん。そう言われたら何もないけど。けどなんだ?なんだ?俺さ、ロゼとデゼルってなんか好きなんだ。ああ何を言ってる。人と天族が一緒に旅してるのなんて俺たちだけだと思ってたからさ。以前は珍しいものでもなかった。人は俺たちが見えなくても声が聞こえなくてもそこにいることを感じ、共に笑い共に泣けた。風の骨のみんなはそうじゃないのか。そうだ。だから俺はデゼル。言っておく。邪魔だけは許さん。たとえお前がどうしてあったとしてもだ。Il faudra que je regarde bien lui。言っておくことがあるわ。何?あのロゼって子だけど、簡単に力が通りすぎる。気絶している間に、勝手にカムイを発言して、体を操れるほどね。どういうこと?天族の力に馴染みすぎているのよ。おそらく、デゼルが長い間、いびつに干渉し続けた結果ね。彼は、これまで何度も、意識のないロゼを操ってたんじゃないかしら。そうでないと、あの力の通り方に、説明がつかないわ。デゼルは、復讐のためにロゼを利用し続けてきたってことか。そして、彼の望む通り、ロゼはカムイも発言させたわ。意識を奪えば、自由に操ることができる。理想の器に仕上がったってことよ。覚えておくことね。わかった。
ずいぶん大所帯になったな。うん、ロゼもデゼルも面白いやつだ。ロゼはともかく、デゼルがそれを聞いたら猛然と反論するだろうね。想像できるな。俺、この遺跡探検で改めて自分が気負ってたんだって分かった。サンキュー、ミクリオ。僕は心配なんてしてないよ。デゼルさんのことが気がかりですの？うん、まあね。デゼルが兵馬を殺そうとするのなら、なんとか止めたいから。いざとなれば、私が主審としての権限で、陪審である彼を拘束しますわ。そんなことができるんだ。ですが、そうしなくて済むのが一番です。主審と陪審とは言いますが、それ以前に仲間でありたいですから。ライラ。デゼルさんも同志であるスレイさんと旅をすれば、復讐よりもやりたいことが見つかるかもしれません。彼も天族なんですもの。What? さあ、トゥトゥ？目が覚めたようだね。それは助かった。礼を言うぞ、同志殿。天族の腹からよ。スレイです。ライラにエドナ、デゼルにミクリオ。あっちで寝てるのが。ワンコが喋ってる！ロゼ、目が覚めたんだ。うん。わしはお医師だ。こう見えても、れっきとした天族だぞ。へえ。まさに天族の神秘って感じ。よろしくの。よろしく。私はロゼ。もう慣れたみたい。さあ、戻りましょうか。ロゼさんも目覚めたことですし。そういうわけでもないようだ。怖い？叫ぶ？パンチ？遊んでるんじゃない。戻るんだろうが。うん。ちょい待ち！まだ何も見つけてない。で、この遺跡にはまだ先がある。つまり、やることは一つ。そう！進もう！確かに遺跡探検はまだ終わってないからな。まだバカンスは終わらないようね。では、奥に進みましょう。さ、スレイさん。ありがとう、みんな。じゃあ、お医師さん。俺たち、もうちょっと遺跡調べます。面白い同士一行だの。気をつけてな。じゃあね、ワンコ天族さん。ミレール。Alors, à trouver un nouveau point de découverte couloir du dragon. OK.Bon, c'est fermé. Bon, on va sauvegarder, hein. Et voilà. Donc après, il faudra tout droit, je pense. Donc voilà, donc B pour la, on va dire, aventure dans cette ruine, ce sera B dans le prochain épisode. Donc voilà, c'était Gunsho et je vous dis à plus tard après ce long épisode. Donc voilà, c'était Gunsho. Bye bye.